予想はこれまで通り 3-4-2-1、 ゴールキーパーは杉本、3バックは右から鮫島、川島、鈴木翔太、そしてダブルボランチは杉田と鈴木純が組みます。右のワイドに枝村、左に抜くいで、トップに宮本、その下にシャドウの位置押したにと久保東次郎を起用してきました。前節からは3人変わっています。阿部福島のスターティングラインナップです。こちらもフォーメーションは藤枝と同じ 3-4-2-1、 ゴールキーパーは山本、3バック右から福島、堂花、鎌田翔真、ダブルボランチは上畑と鎌田博夢が組みます。右のワイドは吉永、左に池高、そして最前線には幸恵、その下に樋口と十勝がシャドウでいます。今日なんですけれども、藤枝の押谷選手、前節の今治戦で J リーグ通算300試合出場を達成したということで、その記念のセレモニーが行われます。 J1 で11試合、 J2 で272試合、 J3 で17試合という出場。今日は家族お子さんから今花束が手渡されました。ラインを調整しています。柔らかいボール、ファーサイド合わせてきました。堂花、センターバックの福島が高い位置まで上がってきています。逆サイド池高、カットインから右足振り抜いてきました。サイド久保、いい位置で奪った久保のシュート、先制しました。ホーム藤枝舞 FC、 久保東次郎が J 初ゴール。ここしっかり前からの守備で残しました。でここも押谷が激しくいったんでボールを回収できて、最後久保、まあ、ここまでほとんど左からクロスがなかったんですけれども、抜くいのクロスからというシーンでした。そして樋口も一番遠いところ、中央を狙ってきました。頭で福島、こぼれたところ防ぎました杉本です。3センターバックの真ん中、堂花、吉永からのロングボール、樋口の頭の上を越えました。橋本が打っていきます。宮本から中に入れてきました。頭で合わせた枝村が合わせていきました。間で杉田がワンタッチつなぎます。受け直して右のスペースに出てきました。押谷、中で宮本が呼びます。その宮本にボールが出た、抜くいのクロス、ゴールラインを割っています。今のもビルドアップのシーンからうまく剥がして、失礼、ここは久保からのボールです。トカチ中央飛び込んできました。ここも堂花です。パスカット杉田、右が押谷、フリーです。杉田がフェイントを入れて、杉田が打ってきました。山本のセーブ、まず大石は宮本がいた最前線のポジションに入りました。裏に出てきます森、森が打ってきた、杉本防ぎました。川西から変わった延べです、失礼、鎌田です。出てきました、打っていく、森は一度下げました。鎌田、鎌田遠目からシュート、杉本ナイスセーブ。うまく通りました。左サイド抜くい、抜くいのクロス、大石頭でドンピシャ合わせてきました。大石です。細かくつないで橋本、岩間が外に出しました。
ここで試合終了の笛です。絶好調相手の福島相手に藤枝真由ホームで2試合ぶりの勝利、